今回ちょっと真面目なお話なんですけど、以前に東北の方で40代、50代ぐらいの方が突然行方不明になったっていうツイートを見かけて、僕が情報を流しました。まあ、それに関してすごい最初はそのご家族から感謝されたんですけど、そのご家族の方のちょっと都合が変わったっていうことがあって、まあ、動画を全部消すように依頼され、消しました。まあ、それに関して別にクレームとかそういうネガティブなものではなくて、ちゃんとした理路整然とした話し合いをしてそうなりました。まあ、ちょっと気の毒なんですけど、いまだにそのお母様は見つかってないっていうことなんですよね。で、相手方もその時その時で、みんな探してくれよっていう時と、まあ時間が経ってまた考えとか気持ちが変わって、またそれを畳む時が来て、今がまさにそうなんですよね。で、母の行方について掲載させていただいているものです。この度は母の件について YouTube で拡散してもらって、本当にありがとうございます。まあ、お礼言われました。で、家族で話し合い、今後は Twitter の投稿も削除して、母が帰ってきやすい環境を整えようと話し合いました。それに伴い、まあ、SNS でのその投稿拡散とかも全部もう下げることにします。だから僕の方も下げてくださいってことを言われました。まあ、それに関してね、まあ、もちろんこのご家族の意を尊重するしか僕はできないんで、全部消しました。で、ちょっとね、お母さんが帰ってきやすい環境っていうのは、なんか、そーっとした自然な生活をね、家族が送って、そこにスーって戻ってこれるようにしたいってことなんですよね。まあ、非常になんか、そのご家族の気持ちっていうのは、なんか、察することができます。まあ、本当に僕はもうこれ以上何もできないし、まあ、動画消して、別に消すの嫌だとか全くないですよ。まあ、言われた通り消しまして。まあ、なんて言葉をかけていいかわかんないんですけど、まあ、ちょっと言葉が見つからないですね。まあ、そういったことです。まあ、どうも、この動画はこれで終わりにします。ってことで、まあ、皆さんはもう、まあ、そっとしてあげるのがいいのかなって思いますね。まあ、それが、まあ、このご家族が求めてることだと思いますんで。